およそ6億年前の地球です。一面真っ白な氷で覆われていたことが最新の研究から分かってきました。この時期地球を訪れた宇宙人がいたら、地球は死の星だと思ったかもしれません。平均気温はマイナス50度以下。陸は南極大陸のように厚い氷に覆われ、海は1000メートルの深さまで凍りつきました。この全球凍結状態は数百万年も続き、当時まだ微生物だった生命を絶滅の淵に追い込みました。さらに氷が溶けると地球は一転して気温50度の猛暑に襲われました。風速300メートルの巨大ハリケーンが生まれ、生き残った一握りの微生物たちを襲いました。ところが、こうした大変動を命からがら生き延びたあなたの祖先は、なぜか突然大進化を遂げます。全球凍結の後の海には、地球史上最初の大型生物の楽園が広がっていました。生命は微生物から大型生物へと進化していたのです。あなたの祖先が大きくなったことと全球凍結との間には密接な関係があることが分かってきました。地球すべてが氷に覆われた全球凍結、それは私たち人類が誕生するために避けては通れない出来事だったのです。ニューヨークはマンハッタン、摩天楼に囲まれたセントラルパーク。ここに地球の過去の姿を教えてくれる不思議な石があります。公園の至る所にある大きな石、古くから迷子石と呼ばれてきました。公園の地面と全く違う成分でできた謎の石だったからです。まるで遠い場所から迷い込んだように思えることから、その呼び名がつきました。ノアの洪水のような大洪水が運んだとも言われましたが、実は迷子石を運んだのは最も最近この場所を覆った氷河だったのです。氷河がなぜ大きな石を運べるのでしょうか。ニューヨークから北へ3000キロのグリーンランドで今まさに運ばれている迷子石を見ることができます。点々とあるのは周囲の山から崩れ落ちた岩石です。氷河は1年間に数メートルというゆっくりとした速度で動いています。岩石はその流れに乗って遥か先まで運ばれます。そして氷河期が終わって氷が溶けると、その場に取り残されることになります。これが迷子石です。つまり迷子石があるということは、かつてその場所が氷河に覆われていた証拠なのです。科学者たちは迷子石の分布を調べることで、その時代氷河がどこまで広がっていたのかを追い求めてきました。これは2万年前、
マンモスが闊歩していた最も最近の氷河期に氷に覆われていた範囲です。意外なことに氷河期といっても氷に覆われたのはごく一部だったのです。氷のない地方では生物はほとんど影響を受けませんでした。むしろ氷を逃れてきた動物たちが集まってよりにぎわっていたとさえ考えられています。しかし6億年前の氷地獄はそんな生優しいものではありませんでした。証拠が見つかったのはアフリカ南部の砂漠の国ナミビアです。アフリカ大陸は太古の昔に誕生した大陸です。その古い大地を川が削り出し6億年前の地層をむき出しにしています。水の枯れた川を1時間ほど登った先に人知れずその証拠はありました。 Okay, well, this is it. The famous Pitch Rock. 地層の中に埋まった大きさ1メートルほどの石。この石こそマンモスのいた氷河期よりはるか昔およそ6億年前の迷子石です。この場所は6億年前も赤道近くにあったことが分かっています。つまりこの迷子石は最も暖かいはずの赤道付近さえもが当時氷河に覆われていたことを示しているのです。赤道近くの迷子石は世界各地で次々と見つかり6億年前の地球は全面が氷に覆われていたらしいことが明らかになってきました。これこそ全球凍結と呼ばれる最新の仮説です。当時の地球は宇宙から見ればまるで大きな雪玉のようだったというのです。この異変にいち早く注目したハーバード大学のポール・ホフマン博士です。博士の報告は科学者に大きな衝撃を与えました。地球すべてが凍ったとすると、生物への影響は極めて深刻になるからです。最近の氷河期と比べれば、全球凍結ははるかに厳しい打撃を生物に与えたでしょう。熱帯地方に逃げたとしても、結局はそこも氷で覆われてしまうからです。全球凍結が生物に与える影響とはどれほどなのか、スーパーコンピューターの計算をもとに見てみましょう。舞台は現代の地球としました。至る所に生物が住んでいる現代に置き換えることで全球凍結の実態がまざまざとわかります。北緯36度に位置する東京。最近の氷河期では氷に覆われることはありませんでした。ところが全球凍結では高層ビルは完全に氷河に飲み込まれていきます。シミュレーションによれば東京を覆う氷河の厚さはおよそ1000メートルにも達するのです。富士山も氷に埋もれてしまいます。氷河は最初はゆっくり広がります。その間に熱帯地方へと逃れる生き物もいるはずです。しかし氷河は次第に加速しながら熱帯にも迫っていきます。生物の避難所という役割を持つ熱帯地方もやがてマイナス50度の世界に変わっていきます。
植物は消えて、食物連鎖が根本から破壊されます。植物がなければ草食動物も、そして肉食動物も生きていくことはできません。陸地は死の世界に一変してしまうのです。海も同じです。ホフマン博士によれば、海は水深1000メートルまで凍りつくといいます。氷の下が唯一生物が生き延びられる場所です。しかしそこは太陽の光が決して届かない深さです。光合成をする植物プランクトンや海藻は生きられません。食べる餌のない暗黒の世界で、逃げ込んだ魚たちも餓死する運命にあります。地球はなんと数百万年も氷に閉ざされたと考えられています。全球凍結、それは光合成を停止させ、食物連鎖を破壊して、地球を死の星に変えてしまう恐ろしい出来事なのです。6億年前の全球凍結が起きる前の地球です。陸地には植物も動く生物の姿もありません。当時生命の多くはまだ微生物、そのほとんどが海にいました。その中、3種類の微生物がこの物語に登場します。第1話、あなたの祖先です。現代のエリデンモウチュウという動物プランクトンに似た生物だったと考えられています。そしてあなたの祖先には大切なパートナーがいました。太陽の光を利用して酸素と栄養分を作り出す光合成生物です。彼らが作る酸素を呼吸し、栄養分を食べて、あなたの祖先は生きていたのです。そしてもう一つ、第三の微生物。全球凍結の原因はよくわかっていませんが、実はこの第三の微生物こそが関係したのではないかという説があります。アメリカ南東部に広がる大湿地帯に、その第三の微生物が今でも暮らしています。ここオーキフェノーキ国立自然保護区では、南北60キロ東西40キロにわたって水深1メートルほどの浅い沼が広がっています。ドン・ベリーヒルさんは元学校の先生。湿地の大自然の魅力を観光客や子どもたちに分かりやすく紹介するボランティアをしています。ベリーヒルさんが説明に力を入れているのは、普段は目にすることができない沼の底に潜む微生物です。ほら、何が浮かんでくるか見ていて。泡が見えるかな？これが沼の底にいる微生物が発生させたガスなんだよ。ガスと一緒に泥のようなものが浮いてきました。この中にたくさんの微生物がいます。枯れ草などの有機物を分解して暮らす微生物です。
これこそが全球凍結の頃の海にいたという第三の微生物なのです。そして全球凍結の原因の鍵として注目されているのは彼らが作るガスでした。サンド傘のような装置を使ってガスを集めます。ガスの正体を明かすマジックショーが始まります。ガスは炎を吹き出して燃えました。実はこの気体はメタンです。台所で使われているガスと同じものです。微生物の正体はメタンを出すメタン菌だったのです。6億年前の海でもメタン菌は大量のメタンをせっせと作っていました。そのメタンこそが当時の地球を温暖に保っていたといいます。メタンには二酸化炭素のおよそ20倍という強力な温室効果があるからです。メタン菌が地球を温暖に保っていたおかげで、あなたの祖先と光合成生物は栄えることができました。ところがこの三者のバランスが崩れた時、悲劇が起きたといいます。ペンシルベニア州立大学のジム・キャスティング博士は、光合成生物の活動がメタンを消滅させてしまったと考えています。光合成生物が出した酸素がメタンを減らし、生物を絶滅寸前に追い込む全球凍結の引き金を引いたのです。実はメタンは酸素と反応しやすいのです。光合成生物がせっせと作る酸素とメタンが化学反応を起こし、別の分子に変わってしまいました。もしもこの時期にメタンより多くの酸素が作られたとすれば、地球を温めていたメタンはほとんど消滅してしまいます。メタンを失った地球は急激に冷え込み、全球凍結へと突き進んだ。キャスティング博士はそう考えています。地球を温めていた生命が今度は一転して地球を凍らせたのです。全球凍結を引き起こし生物を窮地に追い込んだのは生物自身でした。懸命に生きて繁栄しようとする本能が招いた悲しい結末だったのです。全球凍結をあなたの祖先はどうやって生き延びたのでしょうか。アイスランド、全球凍結を思わせる風景の中に手がかりを求めることにしました。同行したのはバイオベンチャー企業の微生物ハンターたちです。ビーゴ・マーチンソン博士は医薬品の開発のため珍しい遺伝子を持つ微生物を探し求めてアイスランド中を旅して回っています。気温マイナス20度の氷の大地、氷河の厚さは最大1000メートルです。一見死の世界に見える氷の中が微生物ハンターにとっては宝の山なのだといいます。一体どこに微生物たちが潜んでいるのでしょうか。
移動を始めて3日目。前方に白い煙が湧き上がっています。さあみんな着いたぞ。地球の奥深くから熱い水蒸気が吹き上げ続けているんだ。近づいてみるとその一角だけ氷が溶けて水が流れていました。温泉です。ほら素晴らしいでしょう。この一面の緑色が微生物です。あらゆる種類の微生物がいます。温泉の中にもたくさんの微生物が暮らしていました。分厚いマットのようになっています。これは微生物の集まりなのです。一番多いのは緑色の光合成生物です。その周りに彼らが作る栄養分に頼る微生物が寄り集まっています。6億年前、あなたの祖先もこのように光合成生物に寄り添って生きていたはずです。全球凍結の時、こうした温泉のある地熱地帯は生命の避難所になったでしょう。さまざまな微生物が温泉で生き抜いたのです。あなたの祖先は地球内部の熱を利用して命からがら全球凍結を生き延びたに違いありません。そして実はこの物語のクライマックスは生き延びた後にこそ待っていました。あなたの祖先は全球凍結の後に驚異的な進化を果たしたことが分かってきたのです。アフリカのナミビアにその証拠が残っていました。全球凍結の後の年代の地層から不思議な化石が見つかっているというのです。やってきたのは広大な農園の一角です。無造作に転がる岩の中に微生物たちが成し遂げた飛躍の跡が刻まれていました。お探しの化石はこちらです。岩の表面に見える黒い模様、これが飛躍を遂げた生物の化石です。なんと体長30センチ、もはや微生物ではなくなっていたのです。魚のようにも見えるし、葉っぱのようにも見えます。私たち素人にはそれが一体何なのか全く分かりませんでした。科学者にもそれが植物なのか動物なのかさえ分からなかったのです。化石の正体は地球に初めて登場した大型生物たちでした。ナミビアの農園で見つかった生物はプテリデニウムと名付けられました。それは魚でも葉っぱでもなく人の唇のような形をした不思議な動物でした。海底の砂に半分埋まるようにして暮らしていたと考えられています。シベリアでは複雑な構造の生物が見つかっています。体長30センチ、ヨルギアという生物です。化石には
ハンデをしたような丸い跡が5箇所に残っています。一匹が這い回った跡です。ヨルギアは自由に這い回って海底の栄養分を食べていたのです。同じくシベリアで見つかったキンベレラです。亀のような形の体から長い触手のようなものを伸ばして砂の表面の栄養分をかき集めて食べていたようです。堰を切ったように次々と大型生物が現れる中で、あなたの祖先も大きくなっていたらしいことが分かってきました。見つかったばかりでまだ名前もついていない生物の化石です。鑑定した研究者はオタマジャクシのような姿を見て、これを人類を含む脊椎動物の祖先だと確信したといいます。体長は6センチ、微生物から10万倍も大きくなった計算になります。あなたの祖先にとっては大きな飛躍です。この時期一斉に生まれた大型生物は100種類を超え、エリアから生物群と呼ばれています。一体なぜ微生物が突然大きな体を作れるようになったのでしょうか。その答えを意外なほど身近にいる現代の生物が教えてくれました。東京湾の海の底です。砂地の中からその生物が出てきました。ウミエラです。ウミエラは背骨もない原始的な動物で、エリアから生物の一つであるチャルミオディスクスの生き残りとも言われています。チャルミオディスクスは最大で1メートルを超える海藻のような形の生き物です。水中に漂う食べ物をこし取って生きている動物だったと考えられています。ウミエラの体は何でできているのか調べてみると、大きな体を支える役割をする特別なタンパク質が大量に見つかりました。化粧品の成分としても有名なコラーゲンです。コラーゲンは半透明のゼリーのような物質です。細胞にコラーゲンを混ぜて培養してみると、その力がわかります。左側、コラーゲンを混ぜた方の細胞は活発に増殖しています。そして腕を伸ばすようにして互いにくっつき合っていきました。電子顕微鏡で見た細胞、そしてコラーゲンです。コラーゲンは網目のような構造をしていることがわかります。細胞はコラーゲンの網目を足場にして、その表面や内部に入り込んで成長していきます。こうして大きな生物の体が形作られていくのです。エリアから生物の大きな体の中にもコラーゲンが詰まっていたと考えられています。地球の生命はこの時期初めて大量のコラーゲンを作るようになり、大型化を実現したのです。
35億年も経って初めてあなたの祖先がコラーゲンを作って大きくなったのはなぜなのか。その秘密は全球凍結の終わり方に隠されていました。数百万年にわたって氷に閉ざされた地球、その間も火山の活動は淡々と続いていました。氷を溶かしたのは火山から吹き出す二酸化炭素の温室効果でした。現在の地球ではこうした二酸化炭素はほとんど海に溶けてしまいます。しかし当時の海は厚い氷で蓋をされていたため、二酸化炭素は大気中にたまりにたまっていったのです。数百万年かかって二酸化炭素濃度が現代の300倍に達した時、強烈な温室効果によってついに氷河は大崩壊を始めます。こうして二酸化炭素の荒漁師によって全球凍結は終わりました。しかしこれはこの後に続くドラマのほんの入り口に過ぎませんでした。氷が溶けた後地球に何が起きたのか、その謎に挑んでいるのはジョセフ・カーシュビンク博士です。博士は全球凍結の後突然地球の酸素が激増したと考えています。もともと地球に酸素は全くありませんでした。やがて光合成生物が酸素を作るようになりましたが、酸素を使う生物なども一緒に増えたため地球の酸素はあまり増えませんでした。全球凍結の前までは酸素濃度は現在のわずか20分の1に過ぎなかったと考えられています。何十億年も増えなかった酸素を一気に増やすたった一つの方法、それが全球凍結だと博士は考えています。全球凍結には酸素を劇的に増やす働きがあります。全球凍結がなければ地球の酸素濃度は今でも低いままだったでしょう。全球凍結の直後、酸素を増やすドラマがいよいよ始まります。氷を溶かした膨大な二酸化炭素が地球を温め続け、マイナス50度だった気温をプラス50度まで一気に押し上げました。高温にさらされた海の表面からは盛んに蒸発が起こり、大量の水蒸気が巨大なハリケーンへと成長を始めます。ハイパーハリケーンです。中心気圧300ヘクトパスカル、最大風速300メートル以上という現代では考えられない規模のハリケーンです。海岸には高さ100メートルの巨大な高潮が押し寄せます。100メートルといえばフロリダ半島を横断して反対に抜けていくほどの高波です。このハイパーハリケーンが酸素を増やす最後の切り札となりました。
その頃、海の底には海底温泉から噴出した栄養分がたまりにたまっていました。全球凍結の間、生物が絶滅寸前だったため、栄養分が利用されずに残ったのです。その深海に至るまでハイパーハリケーンが激しくかき混ぜました。栄養分が浅い海にまで持ち上げられます。生命はこのチャンスを逃しませんでした。栄養たっぷりの海に日の光が差した時、温泉に避難していた光合成生物が爆発的に増え始めます。盛んに光合成を行い、大量の酸素を一気に出しました。光合成生物の緑に染められた海、そこには周りの生物がいくら使っても余りある膨大な量の酸素が満ちていました。こうしてついに地球は酸素あふれる星に生まれ変わりました。 20% という現在の酸素濃度は、まさにこの時、全球凍結を耐え抜いた生物の力によって実現されたものだったのです。酸素が満ちあふれる海の中、光合成生物に寄り添う微生物だったあなたの祖先は新たな挑戦を始めました。酸素をたっぷり吸って、その高いエネルギーを存分に利用しました。それでもまだ酸素は余っていました。その余った酸素を使って大量のコラーゲンを作り始めました。実はコラーゲンは大量の酸素があってこそ初めて作れる物質なのです。35億年の間、微生物のままだったあなたの祖先はついに限界を打ち破り、大きく目に見える存在へとなっていきました。全球凍結がなかったら、生物の姿はかなり違っていたでしょう。地球の生命は今でもバクテリア以上には進化していなかったかもしれません。動物も現れず、微生物だけが住む星になっていたかもしれないのです。全球凍結をくぐり抜け、目に見える大きさになった生き物たち、大量の酸素とコラーゲンを使ってユニークな大型生物へと次々に進化していきました。そんな中、あなたの祖先はすでにあなたと同じ基本的な構造を獲得し始めていました。背中に見える一筋の線は脊椎の原型だと考えられています。この線がやがてあなたの体を貫く背骨になっていったのです。頭には何らかの感覚器官があった可能性があります。あなたの目の原型です。コラーゲンが実現した大型化によって、あなたの祖先は複雑な生物への進化の階段を一気に上り始めました。全球凍結、その危機を乗り越えた時初めて、あなたへとつながる進化の歯車は大きく加速されたのです。
転んでもただでは起きない、そういうこと。なんていうか、地球と俺たちの歴史って実にうまくできてる。なぜかうまくつながっていく。試練を経て気がつけば必ず一段上の階段に立っている。見える景色も変わり、知るべき世界も広がっていく。参ったな。生命は大きくなった。それは全球凍結のおかげだ。ふと思う。もし地球が凍りつかなかったら、俺たちはバクテリアのまんまだったのかね。バクテリアにはオスもメスもない。恋をすることもなければ話もしない。こうしてご先祖に思いを馳せることもなかったわけだ。俺たち、俺たちにしてくれた荒ぶる父、地球の与える試練に不思議な愛情を感じてくる。はっ、参ったな。その後もあなたの祖先はコラーゲンでさまざまな器官を作り出し進化を続けました。その結果生まれたのがあなたです。あなたの体を支える骨、骨の有機物の 90% がコラーゲンです。骨はコラーゲンの塊にカルシウムなどが付着したものなのです。皮膚もその 70% がコラーゲンです。肌にコラーゲンがいいとされているのは、それが皮膚の成分そのものだからです。角膜もコラーゲンの芸術です。コラーゲンの繊維を織物を織るように重ねて作られています。血管の管の形を作っているのもコラーゲンです。柔軟で丈夫な血管の壁を支えています。6億年前に祖先が大量生産を始めた物質があなたの体に温かい血を通わせているのです。全球凍結を経て小さな生命が地球を酸素あふれる星に作り変えた時、あなたが今の姿になる確かな道が切り開かれました。目に見える大きさになってから6億年、地上のあらゆる場所で昼夜を問わず活動を続けるようになった私たち人類。その営みは今や宇宙からも見ることができます。もし今地球を通りかかった宇宙人がいたら、この星は命あふれる星と気がつくに違いありません。次回あなたの祖先を襲う試練は大陸の移動です。地球の大陸は内部の熱によって絶えず動き続けています。そのため海の生物は思わぬ変動に巻き込まれていったのです。さまざまな魚たちが繰り広げた生存競争の中で、あなたの祖先の上陸のドラマが始まります。その陰には一つの樹木との運命的な出会いがあったのです。次回もお楽しみに。およそ6億年前の地球です。一面真っ白な氷で覆われていたことが最新の研究から分かってきました。この時期地球を訪れた宇宙人がいたら、地球は死の星だと思ったかもしれません。
平均気温はマイナス50度以下。陸は南極大陸のように厚い氷に覆われ、海は1000メートルの深さまで凍りつきました。この全球凍結状態は数百万年も続き、当時まだ微生物だった生命を絶滅の淵に追い込みました。さらに氷が溶けると地球は一転して気温50度の猛暑に襲われました。風速300メートルの巨大ハリケーンが生まれ、生き残った一握りの微生物たちを襲いました。ところが、こうした大変動を命からがら生き延びたあなたの祖先は、なぜか突然大進化を遂げます。全球凍結の後の海には、地球史上最初の大型生物の楽園が広がっていました。生命は微生物から大型生物へと進化していたのです。あなたの祖先が大きくなったことと全球凍結との間には密接な関係があることが分かってきました。地球すべてが氷に覆われた全球凍結、それは私たち人類が誕生するために避けては通れない出来事だったのです。ニューヨークはマンハッタン、摩天楼に囲まれたセントラルパーク。ここに地球の過去の姿を教えてくれる不思議な石があります。公園の至る所にある大きな石、古くから迷子石と呼ばれてきました。公園の地面と全く違う成分でできた謎の石だったからです。まるで遠い場所から迷い込んだように思えることから、その呼び名がつきました。ノアの洪水のような大洪水が運んだとも言われましたが、実は迷子石を運んだのは最も最近この場所を覆った氷河だったのです。氷河がなぜ大きな石を運べるのでしょうか。ニューヨークから北へ3000キロのグリーンランドで今まさに運ばれている迷子石を見ることができます。点々とあるのは周囲の山から崩れ落ちた岩石です。氷河は1年間に数メートルというゆっくりとした速度で動いています。岩石はその流れに乗って遥か先まで運ばれます。そして氷河期が終わって氷が溶けると、その場に取り残されることになります。これが迷子石です。つまり迷子石があるということは、かつてその場所が氷河に覆われていた証拠なのです。科学者たちは迷子石の分布を調べることで、その時代氷河がどこまで広がっていたのかを追い求めてきました。これは2万年前マンモスが闊歩していた最も最近の氷河期に氷に覆われていた範囲です。意外なことに、氷河期といっても氷に覆われたのはごく一部だったのです。氷のない地方では生物はほとんど影響を受けませんでした。むしろ氷を逃れてきた動物たちが集まってより賑わっていたとさえ考えられています。
しかし6億年前の氷地獄はそんな生優しいものではありませんでした。証拠が見つかったのはアフリカ南部の砂漠の国ナミビアです。アフリカ大陸は太古の昔に誕生した大陸です。その古い大地を川が削り出し6億年前の地層をむき出しにしています。水の枯れた川を1時間ほど登った先に人知れずその証拠はありました。 Okay, well, this is it. The famous Pips Rock. 地層の中に埋まった大きさ1メートルほどの石。この石こそマンモスのいた氷河期よりはるか昔、およそ6億年前の迷子石です。この場所は6億年前も赤道近くにあったことが分かっています。つまりこの迷子石は最も暖かいはずの赤道付近さえもが当時氷河に覆われていたことを示しているのです。赤道近くの迷子石は世界各地で次々と見つかり、6億年前の地球は全面が氷に覆われていたらしいことが明らかになってきました。これこそ全球凍結と呼ばれる最新の仮説です。当時の地球は宇宙から見ればまるで大きな雪玉のようだったというのです。この異変にいち早く注目したハーバード大学のポール・ホフマン博士です。博士の報告は科学者に大きな衝撃を与えました。地球すべてが凍ったとすると生物への影響は極めて深刻になるからです。最近の氷河期と比べれば全球凍結ははるかに厳しい打撃を生物に与えたでしょう。熱帯地方に逃げたとしても結局はそこも氷で覆われてしまうからです。全球凍結が生物に与える影響とはどれほどなのか、スーパーコンピューターの計算をもとに見てみましょう。舞台は現代の地球としました。至る所に生物が住んでいる現代に置き換えることで全球凍結の実態がまざまざとわかります。北緯36度に位置する東京、最近の氷河期では氷に覆われることはありませんでした。ところが全球凍結では高層ビルは完全に氷河に飲み込まれていきます。シミュレーションによれば東京を覆う氷河の厚さはおよそ1000メートルにも達するのです。富士山も氷に埋もれてしまいます。氷河は最初はゆっくり広がります。その間に熱帯地方へと逃れる生き物もいるはずです。しかし氷河は次第に加速しながら熱帯にも迫っていきます。生物の避難所という役割を持つ熱帯地方もやがてマイナス50度の世界に変わっていきます。植物は消えて食物連鎖が根本から破壊されます。植物がなければ草食動物もそして肉食動物も生きていくことはできません。陸地は死の世界に一変してしまうのです。海も同じです。ホフマン博士によれば海は
水深1000メートルまで凍りつくといいます。氷の下が唯一生物が生き延びられる場所です。しかしそこは太陽の光が決して届かない深さです。光合成をする植物プランクトンや海藻は生きられません。食べる餌のない暗黒の世界で逃げ込んだ魚たちも餓死する運命にあります。地球はなんと数百万年も氷に閉ざされたと考えられています。全球凍結、それは光合成を停止させ食物連鎖を破壊して地球を死の星に変えてしまう恐ろしい出来事なのです。6億年前の全球凍結が起きる前の地球です。陸地には植物も動く生物の姿もありません。当時生命の多くはまだ微生物、そのほとんどが海にいました。その中3種類の微生物がこの物語に登場します。第1話、あなたの祖先です。現代のエリデンモウチュウという動物プランクトンに似た生物だったと考えられています。そしてあなたの祖先には大切なパートナーがいました。太陽の光を利用して酸素と栄養分を作り出す光合成生物です。彼らが作る酸素を呼吸し栄養分を食べてあなたの祖先は生きていたのです。そしてもう一つ、第三の微生物。全球凍結の原因はよく分かっていませんが、実はこの第三の微生物こそが関係したのではないかという説があります。アメリカ南東部に広がる大湿地帯にその第三の微生物が今でも暮らしています。ここオーキフェノーキ国立自然保護区では南北60キロ東西40キロにわたって水深1メートルほどの浅い沼が広がっています。ドン・ベリーヒルさんは元学校の先生。湿地の大自然の魅力を観光客や子どもたちに分かりやすく紹介するボランティアをしています。ベリーヒルさんが説明に力を入れているのは普段は目にすることができない沼の底に潜む微生物です。ほら、何が浮かんでくるか見ていて。泡が見えるかな？これが沼の底にいる微生物が発生させたガスなんだよ。ガスと一緒に泥のようなものが浮いてきました。この中にたくさんの微生物がいます。枯れ草などの有機物を分解して暮らす微生物です。これこそが全球凍結の頃の海にいたという第三の微生物なのです。そして全球凍結の原因の鍵として注目されているのは彼らが作るガスでした。サンド傘のような装置を使ってガスを集めます。
ガスの正体を明かすマジックショーが始まります。ガスは炎を吹き出して燃えました。実はこの気体はメタンです。台所で使われているガスと同じものです。微生物の正体はメタンを出すメタン菌だったのです。6億年前の海でもメタン菌は大量のメタンをせっせと作っていました。そのメタンこそが当時の地球を温暖に保っていたといいます。メタンには二酸化炭素のおよそ20倍という強力な温室効果があるからです。メタン菌が地球を温暖に保っていたおかげで、あなたの祖先と光合成生物は栄えることができました。ところがこの三者のバランスが崩れた時、悲劇が起きたといいます。ペンシルベニア州立大学のジム・キャスティング博士は、光合成生物の活動がメタンを消滅させてしまったと考えています。光合成生物が出した酸素がメタンを減らし、生物を絶滅寸前に追い込む全球凍結の引き金を引いたのです。実はメタンは酸素と反応しやすいのです。光合成生物がせっせと作る酸素とメタンが化学反応を起こし、別の分子に変わってしまいました。もしもこの時期にメタンより多くの酸素が作られたとすれば、地球を温めていたメタンはほとんど消滅してしまいます。メタンを失った地球は急激に冷え込み、全球凍結へと突き進んだ。キャスティング博士はそう考えています。地球を温めていた生命が今度は一転して地球を凍らせたのです。全球凍結を引き起こし、生物を窮地に追い込んだのは生物自身でした。懸命に生きて繁栄しようとする本能が招いた悲しい結末だったのです。全球凍結をあなたの祖先はどうやって生き延びたのでしょうか。アイスランド、全球凍結を思わせる風景の中に手がかりを求めることにしました。同行したのはバイオベンチャー企業の微生物ハンターたちです。ビーゴ・マーチンソン博士は医薬品の開発のため珍しい遺伝子を持つ微生物を探し求めてアイスランド中を旅して回っています。気温マイナス20度の氷の大地、氷河の厚さは最大1000メートルです。一見死の世界に見える氷の中が、微生物ハンターにとっては宝の山なのだといいます。一体どこに微生物たちが潜んでいるのでしょうか。移動を始めて3日目、前方に白い煙が湧き上がっています。さあみんな着いたぞ。地球の奥深くから熱い水蒸気が吹き上げ続けているんだ。
近づいてみると、その一角だけ氷が溶けて水が流れていました。温泉です。ほら、素晴らしいでしょう。この一面の緑色が微生物です。あらゆる種類の微生物がいます。温泉の中にもたくさんの微生物が暮らしていました。分厚いマットのようになっています。これは微生物の集まりなのです。一番多いのは緑色の光合成生物です。その周りに彼らが作る栄養分に頼る微生物が寄り集まっています。6億年前、あなたの祖先もこのように光合成生物に寄り添って生きていたはずです。全球凍結の時、こうした温泉のある地熱地帯は生命の避難所になったでしょう。さまざまな微生物が温泉で生き抜いたのです。あなたの祖先は地球内部の熱を利用して命からがら全球凍結を生き延びたに違いありません。そして実はこの物語のクライマックスは生き延びた後にこそ待っていました。あなたの祖先は全球凍結の後に驚異的な進化を果たしたことが分かってきたのです。アフリカのナミビアにその証拠が残っていました。全球凍結の後の年代の地層から不思議な化石が見つかっているというのです。やってきたのは広大な農園の一角です。無造作に転がる岩の中に微生物たちが成し遂げた飛躍の跡が刻まれていました。お探しの化石はこちらです。岩の表面に見える黒い模様、これが飛躍を遂げた生物の化石です。なんと体長30センチ、もはや微生物ではなくなっていたのです。魚のようにも見えるし、葉っぱのようにも見えます。私たち素人にはそれが一体何なのか全く分かりませんでした。科学者にもそれが植物なのか動物なのかさえ分からなかったのです。化石の正体は地球に初めて登場した大型生物たちでした。ナミビアの農園で見つかった生物はプテリデニウムと名付けられました。それは魚でも葉っぱでもなく、人の唇のような形をした不思議な動物でした。海底の砂に半分埋まるようにして暮らしていたと考えられています。シベリアでは複雑な構造の生物が見つかっています。体長30センチ、ヨルギアという生物です。化石にはハンデを押したような丸い跡が5箇所に残っています。一匹が這い回った跡です。ヨルギアは自由に這い回って海底の栄養分を食べていたのです。同じくシベリアで見つかったキンベレラです。
亀のような形の体から長い触手のようなものを伸ばして砂の表面の栄養分をかき集めて食べていたようです。席を切ったように次々と大型生物が現れる中で、あなたの祖先も大きくなっていたらしいことが分かってきました。見つかったばかりでまだ名前もついていない生物の化石です。鑑定した研究者はオタマジャクシのような姿を見て、これを人類を含む脊椎動物の祖先だと確信したといいます。体長は6センチ、微生物から10万倍も大きくなった計算になります。あなたの祖先にとっては大きな飛躍です。この時期一斉に生まれた大型生物は100種類を超え、エリアカラ生物群と呼ばれています。一体なぜ微生物が突然大きな体を作れるようになったのでしょうか。その答えを意外なほど身近にいる現代の生物が教えてくれました。東京湾の海の底です。砂地の中からその生物が出てきました。ウミエラです。ウミエラは背骨もない原始的な動物で、エリアカラ生物の一つであるチャルミオディスクスの生き残りとも言われています。チャルミオディスクスは最大で1メートルを超える海藻のような形の生き物です。水中に漂う食べ物をこし取って生きている動物だったと考えられています。ウミエラの体は何でできているのか調べてみると、大きな体を支える役割をする特別なタンパク質が大量に見つかりました。化粧品の成分としても有名なコラーゲンです。コラーゲンは半透明のゼリーのような物質です。細胞にコラーゲンを混ぜて培養してみると、その力がわかります。左側、コラーゲンを混ぜた方の細胞は活発に増殖しています。そして腕を伸ばすようにして互いにくっつき合っていきました。電子顕微鏡で見た細胞、そしてコラーゲンです。コラーゲンは網目のような構造をしていることがわかります。細胞はコラーゲンの網目を足場にして、その表面や内部に入り込んで成長していきます。こうして大きな生物の体が形作られていくのです。エリアカラ生物の大きな体の中にもコラーゲンが詰まっていたと考えられています。地球の生命はこの時期初めて大量のコラーゲンを作るようになり、大型化を実現したのです。35億年も経って初めてあなたの祖先がコラーゲンを作って大きくなったのはなぜなのか。その秘密は全球凍結の終わり方に隠されていました。数百万年にわたって氷に閉ざされた地球。その間も火山の活動は淡々と続いていました。
氷を溶かしたのは火山から吹き出す二酸化炭素の温室効果でした。現在の地球ではこうした二酸化炭素はほとんど海に溶けてしまいます。しかし当時の海は厚い氷で蓋をされていたため、二酸化炭素は大気中にたまりにたまっていったのです。数百万年かかって二酸化炭素濃度が現代の300倍に達した時、強烈な温室効果によってついに氷河は大崩壊を始めます。こうして二酸化炭素の荒漁事によって全球凍結は終わりました。しかしこれはこの後に続くドラマのほんの入り口に過ぎませんでした。氷が溶けた後地球に何が起きたのか、その謎に挑んでいるのはジョセフ・カーシュビンク博士です。博士は全球凍結の後突然地球の酸素が激増したと考えています。もともと地球に酸素は全くありませんでした。やがて光合成生物が酸素を作るようになりましたが、酸素を使う生物なども一緒に増えたため地球の酸素はあまり増えませんでした。全球凍結の前までは酸素濃度は現在のわずか20分の1に過ぎなかったと考えられています。何十億年も増えなかった酸素を一気に増やすたった一つの方法、それが全球凍結だと博士は考えています。全球凍結には酸素を劇的に増やす働きがあります。全球凍結がなければ地球の酸素濃度は今でも低いままだったでしょう。全球凍結の直後、酸素を増やすドラマがいよいよ始まります。氷を溶かした膨大な二酸化炭素が地球を温め続け、マイナス50度だった気温をプラス50度まで一気に押し上げました。高温にさらされた海の表面からは盛んに蒸発が起こり、大量の水蒸気が巨大なハリケーンへと成長を始めます。ハイパーハリケーンです。中心気圧300ヘクトパスカル、最大風速300メートル以上という現代では考えられない規模のハリケーンです。海岸には高さ100メートルの巨大な高潮が押し寄せます。100メートルといえばフロリダ半島を横断して反対に抜けていくほどの高波です。このハイパーハリケーンが酸素を増やす最後の切り札となりました。この頃海の底には海底温泉から噴出した栄養分がたまりにたまっていました。全球凍結の間生物が絶滅寸前だったため、栄養分が利用されずに残ったのです。その深海に至るまでハイパーハリケーンが激しくかき混ぜました。
養分が浅い海にまで持ち上げられます。生命はこのチャンスを逃しませんでした。栄養たっぷりの海に日の光が差した時、温泉に避難していた光合成生物が爆発的に増え始めます。盛んに光合成を行い、大量の酸素を一気に出しました。光合成生物の緑に染められた海、そこには周りの生物がいくら使っても余りある膨大な量の酸素が満ちていました。こうしてついに地球は酸素あふれる星に生まれ変わりました。 20% という現在の酸素濃度はまさにこの時、全球凍結を耐え抜いた生物の力によって実現されたものだったのです。酸素が満ちあふれる海の中、光合成生物に寄り添う微生物だったあなたの祖先は新たな挑戦を始めました。酸素をたっぷり吸って、その高いエネルギーを存分に利用しました。それでもまだ酸素は余っていました。その余った酸素を使って大量のコラーゲンを作り始めました。実はコラーゲンは大量の酸素があってこそ初めて作れる物質なのです。35億年の間、微生物のままだったあなたの祖先はついに限界を打ち